もこんにちは、ドンコメです。今回お伝えするのは、こちらの情報です。JR 東日本は、期間限定商品、メモリアル185、純金製、185K セットを、本日18日から、予約を受け付け開始しました。24金の純金で、作られた、N ゲージサイズの 185K 鉄道模型、2両と、同じく純金で作られた、レプリカ入場券と、専用のケースがセットになった商品で、価格は、送料、消費税込みで、なんと、1000万円とのことです。商品価格は、金の相場の変動によらず、固定とするとのことで、支払いは、クレジットカードのみ受け付ける、とのことです。なお、この商品を購入すると、JRE ポイントが、92,592 ポイントつくため、実質、997,408円で、購入できることになります。もう少し詳しくサイトを見てみると、製造は、田中貴金属ジュエリー株式会社、と書かれています。こちらの会社は、サイトを見る限りは、貴金属取扱いのプロのようで、鉄道とは特に関係の、ない会社のようです。ところで、この商品、正直、どう思いましたでしょうか ?1、模型鉄的には、N ゲージサイズかよ、実製、金メッキでもいいから、せめて、HO サイズで作れよ、なんて思ったりもしたのですが、そもそも、金というのは、金属の中ではかなり柔らかい物質です。鉄道模型のような、精巧性を求める立体物にするのには、もともと不向きな物質だと、言えます。机から落としただけで、変形しちゃいそうですからね。さらに言えば、値段設定も、かなり高めです。1車両、200g、入場券、14g、合わせて 414g の、24金と、ケースの金メッキ部分ということになりますが、田中貴金属のサイト内にある、今日の金の取引価格から計算しても、250万から280万円程度にしかなりません。いくら固定価格だからといっても、1000万円という価格設定は、少々強気が過ぎるのではないかと、思ってしまいます。そして不思議なのが、協力模型会社の、名前が、一切書かれていないということです。185K は、古い車両ということもあり、多くの鉄道模型会社から、模型化されている人気車両です。本当に 185K への、感謝を込めての商品として、発売するなら、そういった模型会社への、協力を仰いだとしても、おかしくはないはずです。なぜ、鉄道模型会社は、この企画に関わっていないのでしょうか。ここからは、ドンコメの、個人的な想像の域に入ります。一切証拠などは見つかっておりませんので、あくまで、妄想話としてお楽しみください。まず、この純金 185K ですが、そもそも、売ることが目的ではなかったのではないか、と考えられます。つまり、最初から売れ残ることを、前提とした商品なのではないか、ということです。純金の 185K を、販売し、在庫が残れば、JR は、金の在庫を抱えることとなります。しかし今、金の取引価格は、上昇傾向にありますから、純金製品の在庫を、抱えれば、むしろ価値が上がっていく可能性もあります。最初から、投機目的の実物資産としての、金を購入するための口実だったとすれば、高すぎる値段設定にも、頷くことができます。数年分の価格上昇を、見込んだ価格、あるいは、それ以上を払う客がいるのであれば、一般にも販売してもいいだろうという、そういう考え方です。もう一つの可能性は、JR が、もともと、実物資産として、金を持っていたという可能性です。JR 東日本は、コロナ前までは、毎年1000億円単位の、利益を出していた会社ですから、実物資産として、金を保有していたとしても、一応不思議ではありません。それらを放出して、そのカモフラージュとして、一部を模型として販売にした、という可能性もあるでしょう。もう一つの可能性は、廃車などから回収した、金メッキを製品化した、という可能性です。電気製品の一部には、基板などに金メッキが使用されています。それらを集め合わせることで、純金としてリサイクル錬成を、したのではないでしょうか。廃車となった車両から、こういった貴金属を回収していたとしたら、最近の異様に速い車両更新とも、つながりがあるように思います。特に最近は、比較的新しい車両でも、保存車も残さずに解体してしまう傾向がありますから、そういったことを少なからずやっていた可能性は、あるでしょう。それこそ、185K の全車両ともなれば、模型化できるぐらいの量になったのかもしれません。とにかく、こういった想像ができてしまうぐらい、
純金のメモリアル模型というのは、あまりにも不自然な商品だと思えてしまうのです。実際今日、会社側は、春闘で、ベースアップゼロ、定期昇給も、例年の半分とすると、組合側に回答したようです。普通に考えれば、純金製品なんて企画してる場合じゃない、財務状況のはずです。組合の記事内にも書かれていましたが、1日10億円以上の、ベースで、赤字が発生しているのです。純金製品を販売する余裕があれば、その金を買うお金で、給料上げろよ、という話になっても、おかしくないはずです。とにかく、真偽は不明ですが、今回の純金模型は、単なる記念製品ではない、と考えるのが自然ではないでしょうか。3月末の、期末決算で、その答えとなるようなことは書かれているのか、今からとても気になるところです。